大和さんがソルティガブランドで新しいジグを、2機種出されたということで、開発の、に携わったちょっと清水さんに話を聞きに来ました。どうも、大和フィールドテスターの清水和成です。よろしくお願いします。はい、今回は、大和から2種類、一押し、ロングジグのまずは名前でね、スイムチョッパーとそれからねショートのリアバランス、ジャイブチョッパーの2種類を出しますですね。このようなショートのね250グラムぐらいまでのちっちゃいジグを結構使います。で、深いところ潮がね悪くて入らんようなところに、あと2枚重のところに、とにかく抜け感を徹底して良くした、はい、であとですね、いらない情報ノイズをとにかくなくした。で、僕が一番重要視したことは、抜けなきゃまずは魚が釣れないよっていうことなんですよ。その後にしっかりした長時間のラインスラッグにするためにセンターバランスにしてあります。はい、で、多面エッジを削ったけど実際は丸型です。なので抜け感は最高に仕上がっております。で、反対にこのジャイブチョッパー見てください。リアバランスの丸型のショートなんですよ。で、リアバランスのジグってなかなかない。これも潮がクソ悪いこと想定してます。 P ラインをしっかり引っ張って引っ張って引っ張ってジグがとにかく抜ける、軽く発動して動く、もうそのことだけに特化してます。で、全て自分が動かして発動する。で、発動した状態が長いと結果的にまた次のジャークが重たくなります。なのでリアですぐに体勢をね立て直す、ここがねめちゃくちゃ肝になります。こっちはショートのラインスラグ、こっちのスイムチョッパーの方は大きいラインスラグの2種類。決してね1番目に落とすジグじゃないかもしれないんですけど、必ず2番目に必ず皆さんの、ね、中で置いといたら結果的にチャンスを得するジグになると思いますので、ぜひ皆さん熱いこのジグ使ってみてください。よろしくお願いします。ちなみに、はい、2番目のジグってことなんですけど、はい、まあ、清水さんがやるときに大体この辺のジグをまず使ってみて、はい、でそれで潮が悪いなって時にこういう出番が出ると思うんですけど、はい、どの辺のジグを使う感じなんですかね。はい、まず最初にパイロットとしたらソルティガの FK ジグ、はい、ここで大体その210ぐらいまでから、うん、250までを1投目に落として潮の状況を変わりますね、はい、はい、でその後に、TB、はい、TB ジグで横の調子、縦軸じゃなくて横軸の釣りを、うん、で反応するかどうかチェックします。で、そこでも悪い時にそれ以上の抜け感と糸を引っ張るって勝負するっていうことが今回の重要なところなんですよね、うん、はい、なるほど。で、結構テストでもねいい釣果出されてましたね。はい、はい、まあ、今年もまたいろんなところに行かれると思うんですけど、はいはい、頑張ります。これ持って駆けずり回って頑張ります、はい、ぜひじゃあ皆さんもこれ、はい、手に取ってもらって、価格帯も結構抑えられてるみたいなんで、はい、楽しみです。めちゃくちゃ安いです、はい、皆さん応援してください。よろしくお願いします。